の試合とですね、はい、やや持ち味のまっすぐにですね、スピードがないなというそういうところが不安なんですけどね。だから今日の試合非常に変、バッターは平田、阪神は19敗、明日の26回戦と2試合しかありません。今日明日連勝してその昭和41年の7勝19敗という、まあ、今までその勝ち負けは別にして内容的にもね、今年ずっとここまで見てますと最後までなんかこう緊張して、ね、興奮して見せてくれたゲームは本当に少なかったですよね。まだ太陽は巨人に10勝13敗ですか。またやり直してほしいですね。そうですね、まあ、プロ野球のファンからしても例えば今年のセリーグはもう簡単に、そうですね、まあ、特に広島中日というのは巨人のライバルと、ね、まあ、言われただけにですね、ヒットです。マジック32が点灯したのが8月の3日でした。それから優勝を決めるまで21勝5敗で一気に優勝を決めました。1番のセンター大野、今日の大野はセカンドゴロとライト前ヒット。ことだと思うんですね。ただこの大野の場合は1番に入って9月は8ゲームで35打数の15安打です。今シーズンも特に腰と足ですか、まあ、下半身の怪我っていうのは非常に年齢が高くなってくると1シーズン長いですからね、はい、影響すると思いますよ。三遊間起こせるとは思わなかったんですけどもね、やはりさすがに真由美だなという成績残しましたね。はい、暑い中でも太田さん、真由美選手の場合はやりますからね、体が動けばね。そうですね、まあ、そういう感じしますけどね。そして4番のセカンド岡田、ノーアウトランナーが1塁、引っ張ってきたと思うんですよね、はい、まあ、そういったところは逆に精神的な重荷がですね、この成績にも出たのかもしれませんよね。であるとかタイムリーがですね、はい、勝ちゲームにつながるとそれでぐーっと乗っていくものなんですけどもね、そういった意味ではやはり負けが先行した阪神にあってですね、非常に苦しかったんじゃないでしょうかね。サードゴロ、城野さん、はい、その八木なんですがね、はい、森本さんどうぞ。ワンエンドワンからの3球目でしたね、それまでがシュートスライダーできたんで、そろそろこうまっすぐが来るんじゃないかなと思ってまっすぐを待っていたと、はい、そしたらもうドンピシャでしたということを言ってました、はい、でこれで26本でしょ、これも打てるようにバッティングに柔軟さを持たせるような練習をしてるんだと、はい、そういうことを言ってました、はい、今日の両軍のベンチサイド情報は森本アナウンサーです。現在セントラルのホームラントップは29本で落合パリッシュ、まあ、ただ太田さんあれですね、タイガースの場合は今日が119試合でタイガースは非常に早いんですよね、消化がね。そうですね、まあ、それにしてもこの八木なんですけどもね、そういうケースってすごく多かったんですよ。ですからストライクを見逃して追い込まれてボール球を振るというね、それが今シーズンは非常に遠くへ飛ばすそういう力っていうのは今タイガースで一番あると思うんですよね。バッターは山
山脇、今日はこの6番に偵察メンバー太田を入れて宮本が先発ということで、山脇がご覧のように宮本には5打数の3安打から出てきまして、はい、2本いいヒット打ちましたからね、まあ、とにかくこの人のいいのはやっぱりどんな場面に出てきても、こう僕らが見ててもなんかこう気持ちがこう前へ出てるなという ね、 そうですね、三遊間、真由美は三塁を回ってストップ、ストップ、満塁で平田、こういうピッチングはここ、まあ、優勝の時とこの試合とできていないような気がしますね。あ、そういったのも影響していると思いますね。7月11日からシュート気味のスクリューボールみたいなね、まあ、ピッチャーとしてはね、苦しくなってあれが本当に一番楽なんですよね。あ、ですからどうしてもそれにこう頼ってしまうという、はい、そういうピッチングになってるんですけどもね、今のもそうですよね。ですからバッターはアウトコースでかなり的を絞ってますよね、はい、ですよね、はい、でたまに力んで力入れてまっすぐ放りますんで、そのまっすぐが全部高めボール球になってしまうということでね、ですから非常にその辺の力を入れるボールと抜くボールのバランスがいつものピッチングのバランスで崩れてますよね。センター前落ちました。あればというそういう形になってきたわけですけどね。そうですね、特に、まあ、最近 の、 その中田そして猪俣ですよね、この2人はもう先発したら完投するんだというね、そういうものをやっぱり植え付けるのには非常に大事だと思うんですよ。ですからやっぱり 3,4 点ならもうお前に任す、もう完投しろというね、そういう形で持っていかないと。だから極端な話どうでしょうね、こういう形でゲーム勝ったとしても1年の今日と明日勝たないと並ばないわけですよね、はい、まあ、あの中村監督はたびたび対ジャイアンツ戦に関してはですね、まあ、恥ずかしいゲームはしたくないってよく言ってますからね、ああよかったと、ひょっとして後を抑えてくれたら勝ち投手になれると思ってたらやはり進歩はないと思います ね、 そうですね、もう悔しいと、なんで放らせてくれないんだっていうぐらいの気持ちで今ベンチにおると、次の登板を期待できるなと思います。そしてもその手だけで投げるような形になりますしね、はい、球威もやはりなくなると思いますね。でそのまっすぐ変化球を投げ分けたときはやはりあの緩いボールとかですね、手の振りが非常にバッターとしては分かりやすいですよね、はい、ああなるほどね。足を崩す、自信をなくするというのが一番怖いでしょうね、はい、あ、何かその山がありますよね。そうですね、これまではね、でもあのマジックが30ぐらいになってですね、ずっとすごいスピードで来ちゃいましたよね。はい、左中間破りました。2人ホームイン、